これより古代樹の森の暴れん坊のクエストを開始します。今回のターゲットは縄張りに粘液を吹きつける正体不明のモンスターです。それではターゲットを探し出し時間内に狩猟してください。はい、じゃあ今回もモンハンワールドベータやってきます。上級クエストね。ここで食事食えるの知らなかったもったいな、食っとけばよかった。そりゃもういいの食べよう。怖っ。正体不明か今回のモンスター。別のキャンプからリスポーンしたんだけど。でそうだ、誤爆しやすかったこのスティックアイテム検索の操作方法を変えれて、スティック押し込みの方法に変えてみた。まあ、これなら大丈夫でしょう。とこれはスリンガーに込めといて、よし。じゃあまたいつも通りしるべ虫を。おおおおって今どこ行ってたのか見失ったぞ今。おおターザンか。これも登れる、すっげえな。これどこ行けるんだ。これまだ上行けるのか。装備もさ、重たいだろうにさ、ハンターの身体能力相変わらずやばいな。ん？これ帰ってきたわけじゃないよな。猫がいる。テトル？これ蜂蜜取れる。早いとこモンスター探さないといけないから。こんな下り方できるんだ。ラペ下り。これはズルズルいって。シルベムシは、いない。このまんま先行ってみるか。ああ、というか、太刀の操作。鋭い攻撃が得意な近接武器です。電気が溜まれば、鬼人斬りを繰り出せます。そうだ、鬼人斬りといえば、モンハントライの時、最後に鬼人大回転斬りっていうのができたんだけど、その頃の鬼人大回転斬りって、ゲージ表示。え？あれは、この森の主。迂闊に手を出すと危険です。待って、主っていうかこれリオレウス。ああ虫。これは出さなくていい。でこれどっかで、こっちか。今回のクエストターゲットではないんだろうこいつ。いやにしてもここどうなってんだこれ。あれか、ワールドの中央に見えてたでっかい巨大な木の根元か、その辺にいるのか、これ。戻ってきちゃったな。あ、リオレース移動してる。ちょっとさ、別のキャンプに移動しようか。こういう風に。移動と。これで下の方降りてきたしょ。あ、今シルベムシいた。上級となるとさっさと見つけてさっさと攻撃しかけないと。
時間オーバーになっちゃう可能性が。あ、ドスジャグラスか。ガン無視されたけど。こっち。なんだろう、あの辺の大型モンスターリオレウスといい、攻撃仕掛けないと向こうも攻撃仕掛けてくることないのか。これまでのモンハンもそんな感じだったっけ。こっちだな。いたー。あ、来た。あ、一旦ここは切って、回転切りで罠大きいの引っかかりの爆弾大きいのもう一個大きいの小樽大きいのでボガーンとやりの教官教官吹っ飛んだけどまあ OK。 で毒ナイフスリンガー、待て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 、よし毒、あ届いてない、バシバシ切っていこう。怒ってないうちに鬼人粉塵使って、食われた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 、ありがとう巨岩。よし、あとそれから硬化粉塵も使って、高級耳栓欲しいな痛い、炎を食らったから消して、あ、あれが大ダメージなのか。すげえ火食らう、危ない、ツタに引っかかった、回転切り、一旦回復、これまだ毒効くかな。 OK、またジャグラスがお友達になってる。ドスジャグラスとかお友達にできないのかな。本編ではできるようになりそう。乗っかった。でこの音はなんかまた別のアイルが来るかもしれない。さあ叩け、耐えて、あ、ちょうど頭にくっついてるのか。耐えて耐えて、オラ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 、よし、おお、ちょうどなんだろう、大型の恐竜とかになんかハイエナがくっつくような感じで乗っかるもんな。あ、教官がまたジャグラスに乗っかってるな。この1個だけ残ってる
マヒ投げナイフは多分頭にうまく当てればマヒるんじゃないか。鬼人粉塵使おう。ここだ。あークソエイブでスタミ、あードスジャグラスが来た。これ厄介だな。敵対すんのかな、その共闘しやがんのかな。あ、敵対してるな。痛い。やめてドスジャグラス。よし、 V 破壊。ちょっとドスジャグラスこいつ一緒に倒そうぜ。あ、聞いてる、後ろ聞いてる。ここは教官にも体力回復をしてやろうと思ったけど体力が危ない。ジャグラスもだいぶ体力持ちいいな、仲間にしたやつ。危ない、また燃やされちゃう。ちょっと一旦逃げて。危ない、のまのまして。で、あ、混乱してる、混乱してる。まずいまずいまずい。てかドスジャグラスはどこ行ったんだ。すんげえ燃やしやがんなこいつ。よしよし、鬼人斬りだ。ジャグラスがすげえ集まってる。あ、まで、でもまだ元気いいな。結構ギリギリなのか元から。ちょっと今のうちに研いどこう。さてさて、使えそうなアイテムはないね。あ、またなんだろう、綿がすごいエリアだ。めっちゃ燃えそう。いてえ。あー、まずい。飛躍。お、なんだ、なんか毒みたいに垂れたぞこれ。マジか。解除してください。食らってるな。こんな影響を受ける身があるのか。よし、ほら。だいぶ毒食らったんだこいつ。よしよし、弱ってる。自分も食らったけどラッキーだった毒。待て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 。で、水の動きが遅い。よし、切れた。リー、
巨漢猫を呼んでくる。あ、ジャグラス、仲間のジャグラスがそろそろ倒れる。ジャグラス切り、あ、またお友達作ってるし、お友達作るの早いなお前ジャグラスより全然強そうなやつじゃん。さあ待って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 、もう夕方になってる。疲れててもそこ登るんか。待って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 、危ない危ない、こんなとこで戦うの。どうだ、危ない、そろ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 いけるでしょう。最後なんかかっこいい攻撃できた。なんかもしもモンスターの体力とかが分かるようになったら数値見えるの強いかもしんないな。いやいやこいつ強かったな。これむしろ自分が乗りたいな。14分、よし、これでベータにあるクエストは全部クリアしたんで、どうしようかな、ちょっとリオレウスとかはちょっと狩るの厳しいな。まあ、またなんかもしもこの短いベータ期間中にクエストが増えるだとかなんかあったりしたらまたやろうと思います。もちろん本編が1月に発売したらそっちもやります。じゃあ今回はこんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。